子ども手当、これは不公正、そして不公平を生み出すとんでもない政策だと私は思っております。外国人の場合、日本に1年以上住み外国人登録をしていれば、妻と子供が国外にいても子ども手当を受け取れる。逆に日本人の両親が国外に住んでいると、国内に子供が残っていても手当を受け取ることができないのだ。ロシアで家族で暮らしておりますので、その間子ども手当ということに必ずしもならないのではないかと、そのように思っています。文科大臣がこの後は省令でって言ったことは、つまり官主導ってことをもう認めたわけですね。そうです。ですから官主導をやっちゃいけないっていう主張をしながら、自分がもっとひどい官主導はやり始めたと、はい、これはもうほとんど詐欺政治ですよね。家族全員で日本にいてですね、どのくらいの方が児童手当をもらっておられる、それからまた本国に子どもさんを置いてこちらに来て働いている場合、そういった方々はどうなっておられるのか、そういうデータをここにお示しをいただかないと、これ大変国民の皆さんの関心高いと思います。厚生労働省としては、外国籍の子どもについてですね、この対象となる方が何人いるのかというのはですね、特に調査は行っていないということであります。どこまでが対象になるかというところ、これはですね、十分議論をして、そしてこれだけの 5.4 兆円というお金を使うんですから、やっぱり国民の皆様の理解とですね、合意を得ていかなきゃいけない、それは当たり前のことだと思うんです。今のこの議論を聞いた鳩山総理、いかがでございますか。様々国民の皆様方に、こういう人までというような思いがあるいは出てくるかもしれません。そういったこともしっかりと議論する必要がやはりあろうかと思っておりますから、23年度に関しましてはぜひ検討して、来年度の当てはないんですよ、全く、そしてその7兆1000億出すというマニフェストでやってたのも当初言ってたんですよね。それは無駄が20兆円あるから、はい、それで十分できるんだ、その無駄を発見できたのは、その数千億円ですから、事業芝居で、多くの参考人の皆様が言われました。こういうですね、 5.4 兆円防衛費も教育費も上回るですね、巨額の予算が毎年で必要になる、これは党派を超えて1年ぐらいじっくり議論して詰めていったらどうですかというようなお話を、みんなそういうお話をいただきました。私まさにそうだと思います。そういう民主主義のプロセスを全てすっ飛ばしてですね、全てすっ飛ばして、詰まってもいないデータもないけども急ぎたいというのは、7月の選挙の前のですね、何としてもその6月にばらまくんだということにしか聞けません。委員長、棚橋君、ちょっと待ってくださいよ。日本国民の税金を使うんですよ。今もう予算が参議院に行ってるんでしょ。子ども手当いくら出すかっていうのは5兆4000億円の中でどれだけ外国の方に出すかっていうのを当然試算してるはずじゃないですか。そんないい加減な制度設計なんですか。その金額すら分からずにこの法案の審議はできますか。午前中もこの件に関しては鳩山総理が、大村委員の質問に対して答弁をいたしまして、鳩山さんがそうおっしゃったと言いますが、あなただって分かるでしょう、鳩山さんの言うことなんて信用できないことは。鳩山さんというのは昔からね、あとは野となれ山となれ無責任の雪をちゃんと
子ども手当は国内日本人のお子さんにおいくら、外国籍のお子さんにおいくら、こういう形でどのような積算になっているかお話をください。大臣お願いします。まあ、この児童手当とですね、その支払いスキームについては、それを普通の人はね、自分がやろうとしたことが間違ってたらそれ認めてね、その上で次に進みますよ。それ認めないんだから。私はやっぱり所得制限はかけるべきだと思ってるんです。簡単な理由です。足りてる人にお金をばらまく必要はない。その収入を全部自治体で、自治体は突合していかなければならない。そのための、手間暇、エネルギー、割かれる時間、それからコスト、その大変だと言ってる事務コストがどれぐらいかかるか大臣は一向にお示しにならないじゃないですか。私はそういう態度は大変不誠実だと思うんです。おおむね100億円程度です。ですから莫大という、そのうちのまた、所得制限のためのコストですから莫大というわけではないかもしれませんが、事務費のコストがかかると。いや大臣、そんなの当たり前じゃないですか。事務コストがかからない制限なんてどこにありますか。そんなの詭弁ですよ。莫大なお金をかけるわけですから費用対効果、これぐらいはこの政策によって効果が出るはずだという初めに目標があって、その結果出てきたものと対して、そしてかけたお金に対してコストに対して十分な効果があったかどうかということを検証するんでしょ。これは私の気持ちはですね、今まで子ども子育てに関する予算が、後回しにされてきたと、こういうことが日本であるというふうに考えておりまして。全くもって答弁になってませんよ。どういうような目標を持ってどのような項目でやるのかということは一切、いつまでにそれを出されるのかも答弁をいただいていない。財源にしても全くその裏付けもないまま、いろんな意味での見切り発車ではないかなというふうに思うんですけど、万が一にも子ども手当の財源が見つからなくて、無駄が削れなくて借金になった場合には、そのツケは全部日本の子どもたちが背負っていくことになるわけであります。大変な矛盾を感じます。事務コストがかかるから、お金がかかるから所得制限はかけない、そんなこと言ってますが、そんなの逆ですよ。所得制限もかけないでばらまくからお金がかかるんですよ。全然論理が逆ですよ。これだけの巨額の税金をこれから使おうとしている、いや税金じゃない、借金かもわからない、将来の税金かもわからない。日本人ではない方たちの、日本に住んでいない子どもたちの子育ての経費をなんで日本の社会全体で見てあげる必要があるんですか。今いる日本人の子どもの将来背負う借金を増やしながら海外の子どもたちを養育するのが鳩山政権の友愛なんですね。コンクリートから人へじゃないですよ、借金から人へですよ。そして増税へ、財政破綻へですよ。これこんなことを本当にあなた見過ごしていいんですか。もう認めたらどうですか。7月の選挙の前にばらまきをするんだ、そのためだけの制度なんだ、だから詰まっていないけどやるんだ。日本の民主主義は崩壊しますよこれ。交換しますよ。